霊明テールは、キリシア神話に登場する女神である。長母院を省略してデメテルとも表記される。法上神であり、穀物の栽培を人間に教えた神とされる。オリュンポス十二神の一柱。その名は、古典ギリシア語で、母なる大地を意味する。起き手をもたらすものという意味の、霊明テールテスモポロスという別名がある。クロノスとレアーの娘で、ゼウスの姉にあたる。 ゼウスとの間に娘コネーを設けたものの、その経緯はゼウスがデーメーテールに無理やり迫った、あげく、無理やり子供を作らされたため、ゼウスにあまり良い印象を持っていなかった。さらに弟のわたつみ、ポセイドオンからも無理強いされ、ひぎの女神でスポイナト一等の名馬、アレイオ,オンを生んだ。最も有名な恋人のイアシオンは愛するものを取られた。 ゼウスの嫉妬によって、稲妻に打たれた。インヤシオオオンとの間にプルートスとフィロメロスを生んだ。普段は温厚だが起こると飢餓をもたらすため、ゼウスも一目置いている。テッサリアの王、エルシクトーンが屋敷を増築するため、デーメーテールの聖地である森の木を根こそぎ伐採した時には、彼の下へ飢餓を使わして、エルシクトーンをいくら食べても満たされないようにし、最終的には、 エルシクトーンが自身の体を貪さぼり食う形で死に追いやった。だが、彼の娘であるムネーストラーには同情し、恩恵を施した。デーメーテール信仰の歴史は非常に古く、紀元前10世紀にも遡ると考えられる。デーメーテールの名前も後半、メーテールは古代ギリシャ語の母を意味する言葉である。前半の、デーははっきりとはしないが、大地を意味する。 芸が変形したものであるとの説が有力である。この名前が示す通り、彼女は本来、ギリシャの土着の農耕民族に崇拝された大地の女神、法上の女神と考えられている。後世にギリシャに侵入した遊牧民族は、農耕民族を征服し、非征服民族のこの信仰を弾圧した。テーメーテールがゼウスに恥ずかしめを受ける神話は法上の、 女神に報じる濃厚民族が雷の神を報じる遊牧民族に征服されたことをペルセポネーがさらわれたことでデーメーテールが放浪する神話は彼女の信仰の拠点が弾圧によって各地を転々としたことを示していると考えられている。しかし結局、非征服者のデーメーテール信仰を無視できず自らの神である雷の神の姉であり愛人の地位を与えて取り込んだものと考えられ、 神話でもデーメーテールは神々の子祖であるガヤからレアーに続く地母神の正当な光景であり、スータの女神の中でも最高位の存在とされ、大女神と呼ばれている。アントワーヌ・フランソは彼の1777年の絵画、ゼウスに抗議するデーメーテール。ボストン美術館所蔵。デーメーテールの娘コレイは行方がわからなくなる。何か、 悪いことに巻き込まれたのではないかと考えた、デーメーテールは、犯罪に詳しい神と言われるヘカテイに問いかける。ヘカテイは、ペルセポネーは、ハーデースに冥界に連れ去られたと答えた。女神は、ハーデースがペルセポネーを誘拐したことを知る。しかし、ゼウスたちとの指定と違い純真で心、優しい性格であるハーデースが、そんなことをするはずがないと考えたデーメーテールは、 地上のことは何でも知っているとされるヘイリオスに確認を求めた。ヘイリオスはゼウスがペルセポネーを記載に迎えたいと言ったハーデイスをそそのかしらちさせたと女神に教える。デーメーテールはゼウスがこの誘拐に加担したことを知る。デーメーテールはゼウスに抗議するが、ゼウスは冥界の王であるハーデイスならば夫として不釣り合いではないだろうと言い訳する。デーメーテールはこれに激怒し。 展開をステロージョに変身しアッティカのエレウシースに下った。この放浪の間のデーメーテールの行動についての伝説が各所に残されている。デーメーテールが地を放浪する間、大地は荒廃した。ゼウスは虹の女神イリスを使わし、デーメーテールを説得したが、女神は怒りを解かず、これへの帰還を求め、それを条件として、大地の法上神としての干渉を果たすことを答える。 ゼウスはハーデースに女神の意向を伝え、ペルセポネを地上に帰還させた。ペルセポネの帰還はデーメーテールに喜びをもたらし、それによって大地は再び豊穣と実りを取り戻した。これは穀物が地下に分かれ、再び芽吹いて現れることを象徴する神話とされる。季節の起源、デーメーテール、 トリプトレモス、ペルセポネーペルセポネーは地上に帰還したが、冥府においてザクロの実をいくつか口にしてしまった。冥府の食物を食べた者は、冥府の住民となる定めがあったが、デメーテールはこれにも抗議した。ペルセポネーがどのような経緯で冥府の食物を食べたのか、自発的にか、ハーデースなどの策略によってか諸説ある。ザクロを食べた説でも、 何粒食べたかについて、複数の説がある。オリュンポースの秩序は守らねばならないが、デーメーテールの抗議も考慮せねばならないとして、ゼウスあるいは神々は、一年を食べてしまったザクロの、実の数で割り、一、三を冥府で、残りをデーメーテールのもとで暮らすことで決着をつけた。デーメーテールはペルセポネーがハーデースのもとで暮らしている。間は実りをもたらすのをやめるようになった。 これは、季節、四季の起源端である。オイディウスやアポロドーロスの主張によると、ペルセポーネーがザクロを食べたことが明らかになったのは、冥府の庭園の庭師アスカラポスの告げ口が原因であるという。これを恨んだデーメーテールは、冥府の入り口付近でアスカラポスの上に巨岩を置いたという。アスカラポスはヘイラクレースによって助けられたが、デーメーテールは彼をフクロウに変えた。 デーメーテールの祭儀の中心はアッティカのエレウシースにあり、その日には有名であった。他に二柱の女神の名でギリシア各地でこれと共に祀られた。アテー内にはテスモポリア祭りというデーメーテールのための祭りがあり、法上を祈るために秋に女たちが祝った。アリストパネースの女だけの祭りはこのテスモポリア祭りを題材とする。 アルカディアに伝わる神話では、デーメーテールは娘を探して、地上を放浪していた際、ポセイドンに迫られた。デーメーテールは彼を避けて、貧馬の姿となり、オンコス王の馬群の中に紛れ込んだ。しかしポセイドオンは彼女を発見し、自分もボバの姿となって、女神と交わった。この結果、デーメーテールは一人の娘と、名馬、アレーオンを生んだ。娘の名は、 デスポイナと呼ばれるが、これは単に、女主人の意に過ぎず、実際の名は、ツギの参加者以外には明らかにされていない。この時のポセイドーンに対するデーメーテールの怒りは、凄まじく、怒りの女神エリーニュスと呼ばれたほどであった。風光明媚で長いラードオーン側の流れで、沐浴するまで女神の怒りは続いたとされる。別の話では、自らに求愛してくるポセイドーンに、 最も美しい陸上の生物を送るように女神は伝えた。今まで海のに運兵を驚かせるためのタコや、イソギンチャクのような奇怪な姿の海の生物しか作らなかった、ポセイドオ,オ,オンにとっては難しい話であったが、苦労を重ね一体の動物を完成させた。これによって出来上がったのが馬だとされる。馬が完成するまでに、ラクダ、キリン、カバ、 シマウマのような数多くの失敗作が生まれることとなった。この後、馬の仕上がりに満足したポセイドオンは、デーメーテールのことを忘れたとも、馬の出来栄えに感心したデーメーテールは、ポセイドオンと打ち解け、不仲だった二人の関係が改善したともされる。アルカディアのピガリアには、デーメーテールとポセイドオンの婚姻が伝わる洞窟があり、そこには国威をまとい。 馬の頭を持つデーメテール像があったと伝えられている。これによれば、神話確立以前のデーメテールは、馬の頭をした女神だったとされる。暗緑色の衣をまとった姿で描かれ、その象徴は小麦、消し、水仙、包丁の角、松明で、聖獣は豚である。ローマ神話では、ケレースと同一視された。ありがとうございます。